フランス当局によるカルロス・ゴーン被告の事情聴取が始まりました。現地のジャーナリストが日本時間の午後4時ごろに撮影した写真には、ややうつむき加減で裁判所に入るゴーン被告とみられる男性が写っています。弁護士らも一緒に聴取が行われる法廷に入りました。フランスの司法当局はゴーン被告がパリ郊外のベルサイユ宮殿で開いたパーティーについて、 ルノー会長としての地位を悪用して会社の資金を不正に流用したかどうかを調べていますフランスの捜査官らはレバノンの検察官立ち会いの下任意の事情聴取を5日間にわたって行うということです